定だぞ。出ました、ドフラミンゴか。声が入るだろ。もしもし、俺はモンキーディルフィー、海賊王になる男だ。お前黙れっつってんだろ。おいミンゴ、ん、茶ひげや子供らをひげ目に合わせたアホシーザーのボスはお前か。シーザーは約束だから返すけどな、今度また同じようなことしやがったら今度はお前もぶっ飛ばすからな。麦わらのルフィ、兄の死から2年、ばったりと姿を消し、どこで何をしてた。それは絶対言えねえことになってんだ。俺はお前に会いたかったんだ。お前が喉から手が出るほど欲しがるものを俺は今持っている。あ、喉から手が出るほど俺が欲しがる。おい、それは一体どれほど美味しいお肉なんだ。麦わらや、やつのペースに乗るな。お肉が1匹、お肉が2匹。ルビー気を引かんで、これが必殺やつのペースだ。肉が100匹、お肉が200匹。やめろ、ペースに乗るな。ジョーカー、余計な話をするな。約束通りシーザーは引き渡す。そりゃあその方が身のためだ。ここへ来てどんずらでもすりゃ今度こそどういう目に遭うかお前はよくわかってる。さあまずはうちの大事なビジネスパートナーの無事を確認させてくれ。ジョーカーすまねえ、俺のためにやった七部会よ。わかっただろう。うん、元気そうだ。今から8時間後、ドレスローザの北の孤島、グリーンビット南東のビーチだ。午後3時にシーザーをそこへ投げ出す。勝手に拾え。それ以上の接触はしない。寂しいね。成長したお前と一杯くらい。きれい、このもん。ガッチャ。